ゼミは対面で週2回。ちょっと困ります、めっちゃ困ります。ほんとレポートとかも助け合える友達はいた方がいい。絶対そう、友達作った方がいい。友達いた方がいいよね。でもサークルとかに入った方が友達はできるし、友達欲しいならそういうのは入った方がいいなって思います。移動距離が、学校までの距離が長いとバイト行く時間も少なくなるから、都内でバイトした方が移動時間少なくなるから楽かもしれない。だからね、都内で働いて。大学3年生の経済学部です。同じく大学3年生の経済学部です。失敗談は1年生の半分ぐらいを無駄にしたことです。何もせずに授業だけ受けて、なんか友達とか作ろうとかしなかったり、サークルとか探さなかったんで、まあ半年間何もせずに終わっちゃったなっていうのが自分の中では失敗かなって思ってます。だけしかやってなかったみたいな、半年間なんか大学生なのにサークルとかも入らず、ただ勉強だけしらっていうのが今となってはなんかもったいなかったなっていう。まあ遊びすぎてたことですかね。逆に、うん、なんか、まあ、ちょっと勉強すればいいよかったかなって、もうちょっとぐらいですかね。就活を考え始めてるっていうことぐらいですから、頑張ってるって言ったら、まあ何もやってないんですけど、まあ、ちょっと意識をそっちに行き始めてるなっていうことぐらいですか。基本情報技術者試験っていうやつなんですけど、なんか結構 IT 系の資格なんですけど、それ頑張ってます。そうですね、なんか大学でも就活がとかいう通知が結構来るんで、その度になんか焦りを感じるようになっちゃったなって3年になって、もう積極的に動いてもらいたいなって思います。1年生はなんかそうしないと何も始まんないと思います。大学は高校とかと違って。2年の法学部法律学科です。2年の文学部国際文化学科です。2年の文学部国際文化学科です。一回学生証とかパスモとか定期とかを全部一緒に入れてたんですけど、それを学校内で落としちゃってで3日 ?2 日後ぐらいに学生部に届いてたんですけど、ちょっと届いてなかったら授業とか危なかったなっていう。部活です。なんか今ちょうど体育館っていうのかな、なんかまあ今試合続きのこの時期が結構試合続きなんで、勝てるように頑張ってます。履修もう後期のやつはまだ直せると思って、私は2年生で履修のなんか必要単位数みたいなのに結構苦労したので、それをもう事前に4年間の計画を立ててやるのが一番いいと思います。部活とかじゃなくても、なんかサークルとかに入ったら先輩とかいろんな人と知り合えるので、何かしらに所属したらいいかなと思います。